4月、デク君がヒーローアカデミアを去った。バカ野郎、音もなく現れるんだって。いろんな個性を持ってるって聞いたよ。それってオール・フォー・ワンの能力じゃないの？大昔だ。でも助けてくれるらしいよ。ダメだ。